ハロー、始まったかな？始まってるかな？もう私はちょっとね、不安なんですよね。一回失敗してるから。始まってるかな？ちょっと待ってね。Okay, let's check. はい、多分始まっています。Alright! ハロー Welcome to Nano Channel! はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、ナノイングリッシュのスペシャルライブレッスンということでご視聴いただきましてありがとうございます。私たちはナノイングリッシュといいまして、ママと子どものちょこっと幸せ時間というのをコンセプトに、ママ向けの子育て英語講座や絵本の読み聞かせ方講座、また親子で参加してもらえる楽しい親子英語サークルや英語ベビーヨガのレッスンを全国で認定講師たちがたくさん活動しています。はい、ということで今日はテーマがお魚と遊ぼうっていうテーマでライブ配信をしてみようということでやっております。で、早速ですね、もう沙織先生にお魚の手遊び歌からやっていただこうと思います。よろしくお願いします。あ、間違えた、あれだ、ハローソングでしたね、最初に、すいません。じゃハローソングから歌いましょう。いきます。 Let's sing hello song. Ready? One, two.ハロー、ハロー、How are you? We are Nano Channel. ハロー。はい、失礼しました。では、早速、沙織先生にお魚の手遊び歌から教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。Hi, hello everyone. Good morning, good evening, good afternoon. はい、奈良で活動しています ABC Kids 奥田沙織です。よろしくお願いします。今日は皆さんと一緒にお家でできるバブバブポップというお歌を一緒にやっていきたいと思います。では早速ですが、What's this?Can you see that? Yes, what's this? It's a red fish. It's a red fish. では、皆さんと一緒に red fish を、の手遊びとやっていきたいと思います。OK, じゃあ指を一本出してください。いきますよ。せーの。One little red fish 泳ぎます。Swimming in the water, swimming in the water, swimming in the water. One little red fish swimming in the water. Bubble, 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 pop! このポップの時にお子さんの前で一緒にパチンとやると楽しくできるのでやってみてくださいね。では、What color is this? 次のお魚さんがやってきましたよ。What color is this? I see two blue fish. じゃあ次は指を2本出してみてください。いきますよ。Two little blue fish swimming in the water, swimming in the water, swimming in the water. Two little blue fish.Swimming in the water. Bubble, 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 pop! できましたか？じゃあ最後に来るのお魚さんは何色か見ててくださいね。いきますよ。I see lots of fish! もうわかりましたね。So, one, two, three yellow fish!では最後は指を3本出して歌っていきます。せーの。Three little yellow fish swimming in the water, swimming in the water, swimming in the water. Three little yellow fish swimming in the water. 大きく大きく、バボー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 、パーッ！お子さんと一緒に楽しめましたか？見て見て見て。次のなんか生き物が出てきた、なんだろう。ちょっと一緒に釣りをして釣り上げてみよう。Let's go fish! お家でやるときは紙にさっきのようなお魚さんの絵を描いたり、こちらのストローや紐、マグネットで簡単にできるので、ぜひやってみてくださいね。
じゃあやってみますよ。Let's go fish! えい！I got it! I got it! Look! What's this? What is it? Yes! It's a crab! I got more! Let's fish! I got it! Oh, it's so heavy! I got it! What's this? Yes, it's a starfish! Let's check more another sea creature with next teacher! じゃあ次の先生と一緒に海の生き物の名前見てみよう。ありがとう。バイバイ。はい、沙織先生ありがとうございました。 Thank you very much。 はい、とってもね、かわいいお魚さん、いろんな海の生き物がね釣れましたね。そしたら、次はですね、ゆりえ先生からもっとね、いろんな海の生き物を教えてもらおうかなと思います。ゆりえ先生大丈夫そうですかね。息子がいますが、やらせていただきます。はい、じゃあゆりえ先生よろしくお願いします。Hello everyone。栃木県の宇都宮市で活動しておりますゆりえです。今日はアクシデントリーちょっと息子が一緒にいますが、ぜひ皆さん一緒にお子さんと一緒に楽しんでやってみましょう。はい、では、私からは海の生き物の単語を紹介します。その後にフレーズを3つご紹介したいと思います。海の生き物、みんなが知っている生き物もいるかな。では最初の生き物はこちらです。ドン！ Wow! It's an octopus! Okay, let's say it together! Octopus! Octopus! Yeah, you did it! Great!Okay. Next. Ta-dang! Wow, it's a squid. Squid. Okay. Let's say it together. Squid. Squid. Good job. Okay. What's next? Ta-dang! Wow, it's a beautiful jellyfish. Jellyfish. Okay, let's say it together. Jellyfish. Jellyfish. Okay, wonderful. Two more to go. Okay, next one is... Shark! It's a shark. Scary shark. Oh, okay, let's say it together. Shark.Shark. Good job. Okay, the last one is turtle. Turtle. Very cute turtle. Okay, let's say it together. Turtle. Turtle. Good job. Thank you very much.Okay, ではみんなたくさんのお魚さんに出会えたかな。では次ですね、英語で、お魚釣りの時に使えるフレーズを紹介したいと思います。ご自宅でこのようにフラッシュカードとかで遊ぶ際にも使えますので、ぜひぜひ覚えてみてください。では最初のフレーズ、タラン。今踏まれてごめんなさい、ぐちゃぐちゃになっちゃいました。魚釣りに行こう。 Let's go fishing. Okay, let's say it together. Let's go fishingLet's go fishing. Awesome. Thank you very much. では次ですね、こちらです。お魚さんいっぱいいるけれども、どれが好きかな、どれがお気に入りっていうフレーズです。これは Which one is your favorite? なんですが、お魚でなくても、例えばおもちゃの中でどれが好きとか、お野菜どれが好きとか、そういう時にも使えますので、すごく便利なフレーズです。では一緒に言っていきましょう。Which one is your favorite? Which one is your favorite? Good job! Thank you very much. Okay, the last phrase is...
お魚さん釣れたよの時のフレーズですね。I got it! I got it! と言います。OK。では一緒に言っていきましょう。I got it! I got it! Thank you very much! 私からは以上になります。皆さんどうもありがとうございました。Thank you! はい、ゆりえ先生ありがとうございました。はい、息子さんのね。あのアシスタントがありましたけれどもはい、ありがとうございました。はい、それではですね、次はね、まなみ先生が大人気のね英語絵本からもっとね面白いちょっとね今度は変わったお魚を紹介してくれるみたいなので、まなみ先生に聞いてみましょう。まなみ先生よろしくお願いします。 Hello everyone、 皆さんこんにちは。 Hello、私は熊本で活動しています。日本育おうち英語マナフルイングリッシュのまなみです。ではよろしくお願いします。はい、では今日はですね、私はこの絵本を使っていろいろなお魚さんとね、あのおうちで簡単に遊べる、英語遊びアイデアを紹介したいと思います。はい、こちらの絵本 Hooray for Fish by Lucy Cousins、 あのね、メイシーちゃんの絵本でもおなじみの Lucy Cousins さんの絵本です。この絵本ですね、いろんな色や形、あと模様のお魚さんたくさん出てきます。今日はその中から少し英語遊びに使うお魚さんたち見ていきたいと思いますよ。それでは Let's get started! OK! まず最初はですね、顔真似遊びをしたいと思います。どんなお魚さん出てくるでしょうか。みんなも顔を真似してみてくださいね。ではいきます。ダダン、ハッピーフィッシュ、ハッピー。ハッピー、どんな顔でしょうか。ちょっと笑っているようなね、嬉しいお顔です。ハッピー。ではみんな一緒にやってみましょう。Can you show me happy face? Happy! Happy, happy! Very good! Thank you very much! It's like a happy fish. Very good! Okay, next! Here! Grumpy fish!Grumpy はなんだかちょっと怒っています。不機嫌なという意味ですね。Grumpy、 みんな嫌なことがあったらどんな顔しますか？ではやってみましょう。Grumpy face、 Grumpy、 Grumpy、 ちょっとね口が尖ったりこうねぷくっとなりますが、 Grumpy、 こんなお顔ですですね。このね、絵本に出てくるお魚さんと同じような顔して遊ぶことができますよ。はい。では、続いて。次はですね、もうちょっと可愛い、面白いお魚さん紹介したいと思います。ダダン！ Upside down！ Upside down？ なんかおかしいですね。逆さま？ちょっとひっくり返してみます。Upside down！ お？戻りました。ルー、アップサイダウン。アップサイダウン。上が下に行って逆になっています。ね、アップサイダウン。ふぅ。面白いですね。はい。これね、あのお子さんをね、こう、ひっくり返したりして、アップサイダウンっていう感じで遊びます。これですね、次、こちらです。お、お魚さんがぐるぐるしています。これは、round and round, round and round. ぐるぐる円になって回っています。こうね、ぐるぐるぐる、round and round. Yes. はい、これね、round and round は、だってお絵かきするときとか、お子さんのね、手のひらの上でお母さんがぐるぐるするときにも、round and round っていうね、言葉は使えますので、ぜひ、遊んでみてください。はい。続いて、最後はですね、ちょっとお部屋の中を見渡して動いてみたいと思います。はい。ね、お魚さん、こんな模様のお魚さんあります。今日はこの模様と同じものをお部屋の中で探していきたいと思います。Okay. This is spotty fish.ちょっとスポーティーフィッシュにハローって言ってみたいと思います。ハロースポーティーフィッシュ。ハロースポーティーフィッシュ。Thank you!
このスポッチはですね、点々がついています。水玉模様みたいなね、感じの模様ですけれども、ではこれをお部屋の中に渡して、一緒に同じものがあるか探してみてみましょう。Alright, let's find something spotty. You ready? Go! こんな感じでね、探しに行きます。Spotty, spotty, I found one! Look! このお人形さんのスカート見えますか？ Spotty! 水玉模様、かわいいですね。Spotty pattern。模様はパターンって言います。はい、見つけましたよ。I found one! イエーイ Alright! ではね、最後、こっちにもいましたね。Upside down. Stripy fish! Stripy、これは縦の島ですね。こう横にしても、Stripy です。はい。よくね、あるボーダー柄の洋服も Stripy です。Alright! So,Let's go find something stripy. Okay, ready? Go! Alright, stripy, stripy. Do you find something stripy? Yes, I found something stripy. Look, it's a watermelon. Yes, this has stripy pattern. Ah, この模様も stripy でした。Yes, and I have one more. Alright.Take a look. Ta-da! Zebra! Yay! Zebra has stripy pattern. Yes, it's like the same. Ooh. Yes, I found one. Yay! こんな感じでですね、絵本の中に登場するお魚さんたち使って、いっぱい英語でお家でね遊ぶことができますので、ぜひお家でやってみてください。Thank you very much for joining. ありがとうございました。はい。はい。まなみ先生、ありがとうございました。楽しいですね。絵本を使ってね、いろんな遊び方ができるっていうのですごくね、楽しいかなと思うので、皆さんもぜひやってみてください。では、最後にですね、あけみ先生がちょっとね、かわいいクラフトを紹介してくださるということなので、あけみ先生、じゃあお魚をね、使ったクラフト紹介をしてください。お願いします。Hello everyone! Hello! こんにちは。茨城県の常陸那珂市で活動しております。アケズイングリッシュの藤井明美です。よろしくお願いします。はい。今日は、私は楽しいクラフトを、紹介したいと思います。今日は、ゆりえ先生やさおり先生からいろんな海の生き物、Sea Creatures を紹介してもらったと思うんですけれども、何がいたか覚えていますか？覚えてるかな？ドドーン。Yes, let's go to the under the sea. Under the sea. Okay, let's check the sea creatures. Okay, so 何が出てきたかな？ Squid. Squid. Yes. Shark. Shark. Starfish. Starfish. Good. Turtle. Turtle.Octopus, octopus, crab, crab, good, huh? Somebody missing. Ah, 一匹いないですね。何がいないかな ？We are missing. じゃあ早速この一匹を一緒に作っていきたいと思います。じゃあ今日のクラフトは簡単な英語表現を使って作る。こちらのくるみボタンマグネットです。じゃあ実際に作っていきましょう。はい、ではまず、よいしょ、今日のクラフトで実際に使う材料をチェックしていきたいと思います。Okay. First, scissors, scissors, and markers, markers, glue.Glue. And cloth. Cloth. これは色は白色とか白っぽい色がいいと思います。Cloth. そして今日使うのは
ダイソーのくるみボタンキットを使っていきたいと思います。こんな感じで売っているのでぜひ見てください。で、実際にくるみボタンはここにゴムを通す穴がついています。そこはお母さんの方でペンチでクッと取ってあげてください。実際に今日は取ったものを使っていきたいと思います。 OK! So first、 じゃあまず最初に布に丸を描いていきます。 Let's draw a circle on our clothes。 丸をこの型紙を使って描いていきます。 Markers、 マーカーでカカカカカカッと描いていきます。 OK! Okay, like that! かけましたね。じゃあこの丸を今度は切っていきます。 Let's cut the circle。 切ることは circle、 切ることは cut と言います。 cut、 okay. With my scissors。 じゃあ一緒にカットしていきましょう。 cut 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 cut、okay. like that。 切れましたね。 like that、okay. じゃあ次にくるみボタンキットを使っていきたいと思います。じゃあこれは順番がとても大事です。くるみボタンキットをまずここに布を載せます。そしてここにくるみボタンを入れます。OK? So, let's push. Push the clothes. Push, 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 push. OK? And, 蓋を載せます。蓋は lid, lid と言います。Put the lid on. OK?このプッシャーを使っていきますよ。OK, one more time. Let's push. Push, 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 push. カチッというまでグッと。よいしょ。OK, OK, じゃあ入れました。じゃあここから取り出します。取り出すときは take it off. Take it off. Take it off. タタン。Like this. くるみボタンの完成です。ここには真っ白な今状態なので、これにでは絵を描いていきたいと思います。で、その前に裏側に磁石をつけます。よいしょ。実際に磁石はこの糊を使ってつけていくんですが、お子さんではちょっと危ないので、親御さん、お子さんを見ながらつけるか、お母さんの方でやってみてください。これでマグネットの完成です。We did it! We did it! Good. じゃあ今日はここに絵を描いていきたいと思うんですけれども、言っていなかったのは何だか分かりましたか？Yes! This is jellyfish! Jellyfish! Yes! Jellyfish がいなかったんですよね。じゃあここに戻してあげましょう。Welcome back!それでみんな揃いました。今日のクラフトはこんな風に海の生き物を作ってみてもいいと思いますし、お子さんの夏の思い出を描いてみてもいいと思います。これは私の娘が描いたシェル、貝拾いに行った思い出のシェルです。4歳の娘の絵ですが、お子さんの年齢によってはその時の思い出になると思います。またこのグーグリーアイズとかウィゴアイズって言うんですけれども、このお目目をつけることによってお子さんが描いた絵が生きてくると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。ではこれで私のクラフトは終わります。 Thank you for watching. Thank you. はい、あけみ先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで今日はね、海の生き物をテーマにしたライブレッスンをさせていただきました。ちょっとね、途中でいろいろハプニングもありましたけれども、はい、なんとかこれでね、今日のレッスンを終わりにしたいと思います。で、皆さんでグッバイソングを歌ってバイバイという形に、ね、したいと思いますので、 Let's sing goodbye song. Ready? One, two.Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye, dear everyone. We are Nano Channel. Thank you very much. Goodbye. じゃあ先生たちね、ミュート外していただいて、はい、ありがとうございます。